皆さん、おはこんばんちは。いきなり死語から始まったずんだもんなのだ。今回は冷凍ブルーベリーを使ったブルーベリー甘酒だよ。動画では業務スーパーで買ったやつを使ってるけど、もちろんこの製品でなくてもいいし、冷凍でないものでも美味しくできると思うのだ。さて、材料はご覧の通りシンプル。ちなみにブルーベリーにはアントシアニンというポリフェノールが豊富に含まれていて、目に良かったり老化防止にも良いそうだよ。アメリカではスーパーフードの一つに挙げられているらしいんだけど、それも頷けるよね。しかも冷凍することでより吸収率がアップするから、生よりも冷凍の方が栄養価が上がるんだって。あっと、僕は初めて知ったんだけど、ブルーベリーの国内生産量ナンバーワンは東京都なんだって。意外だよね。じゃあ作っていこう。発酵容器に米麹を 200g 入れるよ。次にブルーベリーを20粒ほど。ブルーベリーはもう少し多くても良さそうだったな。混ぜ混ぜ。60度に冷ましたお湯 300ml を入れるよ。再び混ぜ混ぜ。すでに綺麗なブルーベリー色が溶け出してるのだ。60度の設定で10時間セットしたよ。どんな感じにできたかな。なんか一見小豆みたいに見えるね。ではいただきます。おいしい、優しい甘さ。ブルーベリーの主張は強くないけど、甘酒の甘さの中にしっかり存在感を持っているのだ。これかなり好き。みかんや金柑ともまた違った魅力を感じる。また他のフルーツでも試したくなってきたよ。ぜひ皆さんもやってみてね。ご視聴ありがとうございます。それではまた別の動画でお会いしましょう。なのだ。